人の力は8人の魔王すら凌駕した。しかしオロチに宿る力は根強く、いずこかに飛び去った。直後凄まじい力が世界を覆う。幼者8人のオロチすら及ばぬ圧倒的な力、存在感、これまで以上の脅威が出現したことは疑いなかった。主だった討伐軍の将は急ぎその正体を見極めるべく、マクスの奥へと足を踏み入れる。だがその前に立ち塞がったのは旋回軍だった。この先にスサノオを囲む。なんとかようなところにまでスサノオ殿が。一刻も早く新たな脅威を見極めねばならぬというのに。信長はとどまらぬ。何者が立ちはだかろうと。我らの未来は我らが開く。邪魔するならば切り抜けるのみよ。お、やってやるぞ。かけ未来へ。この先に待つは世界の命運を決する戦。我ら人間に任せるわけにはいかぬ。我らを認めてはくださらぬか。いや、そうではあるまい。我らが眼中にないなら立ちはだかることすらせぬはず。超えてみせよと仰せか。強じよ、ゾウ。人のこらよ、あれに挑め。スサノオへ至る道はひどく狭い。難しい。四軍に分かれ、それぞれの道を進みましょう。この戦、人の力を示すのが目的。誰であろうと、サノを打ちさえすればよい。功を競っても無駄だし、ただ賭けよ。魔王騎参上。へい。はっ、へい、へい、へい、はっ。奴らの道を阻め。かかったな。ここが貴様らの墓だよ。へいへい、閉じ込められたか。へいへい、俺が見極めて。はいやー。俺の番だな。忠勝、お主は先へ進め。わしは自力で切り抜けたにせよ。いな、本身を危険に残すな。忠勝、わしはお主の武を信じておる。お主ならば草の王を超えられよう。さあ行け。人の力見せつけてくるのだ。承知つかまつった。まだ我が武を信じてくださるのと同様、拙者もこの不運を信じ申す。戦術を解かねば先へは進めんな。書こうとも
お主は炎を迂回し敵将を撃て。いいだろう、任せて。人の子よ、惑うがいい。くだらぬじいよ、術者をほふれ。風よ、吹き荒れろ。人の子の道を閉ざせ。わしを信じてくれた忠勝は、ここを切り抜けねばならぬ。わしとしたことが見違えたか。ここ風では先へ進めぬ。私何とかしてみましょう。しかし敵の攻勢をしのいでください。見事な魔物だ。俺の番だな。潜入成功。スサノオを撃つ。俺とショウだ。覚悟しろ。満足する魔物だ。時へ乱世の彼方まで。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。これは曹操殿、よもや救援いただけるとは。人の力、個々の力を言うのではない。この君を互いに分け合える絆こそ、それがお主の持論であろう。いや、まことその通り。我らの力、スサノオに見せてやりましょうぞ。遅かったな、カコウトン。いささか待ちくたびれたぞ。あいつは敵になった。そういうことか。素晴らしいご活躍です。Yeah!
我らもお手伝いいたしますぞ。なんだか人の子は戦術を覆すというのか。さあ反撃の時です。あと勝負だ。覚悟しろ。覚悟しろ。ひとひねりにしてやるぜ。見事なものだな。長年蓄えた知恵を持って湧いていたぞ。その分、締結の虹をいただくに足る。真に我を超えたのだ。行くがよい。我ら自身の力で我らの未来を開くがいい。我らはスサノオ殿に認められた。人の未来とスサノオ殿の意志を追ったのだ。もはや何者を前にしても臆することはできぬ。進むのだ未来。暗記受け取られよ。英傑はスサノオを乗り越えた。もはやその道を阻む者は何もない。そしてついに魔窟の最奥にたどり着く。破壊の意志が鎮座する場所、決戦の地に。世界の命運をかけ希望の未来を勝ち取るために、人の子らは最後の戦いに挑む。世界の命運をかけた最後の戦い、時を超えた物語の最終章が始まる。その結末が人の世の輝かしき未来でありますように。うん、信じよう。彼らの力、結束を。やるぞ。山頂に壮大な滅びの意志を感じる。あれはもはや
オロチではない。滅びの意志を代表する絶対の破壊神と言えよう。ここまで来たらオロチも破壊神も関係ない。俺たちの未来のために戦うだけだ。それでこそ人だ。さて、時を超えた物語も結末が近い。人の子ら、大断言を導きたまえ。中央門を抜けるのが最短距離だな。何があるかわからないけど、行ってみよう。アルカン、この門、妖術で閉ざされている。簡単には開けられないだろう。今だ、門を開け。撃って出るぞ。ハイヤー。術には再起が使われるはずなんだ。それを探してみよう。見事な武勇。敵将、馬毛騎が撃ち取った。術は解けないか。最近まだ残っているようだな。はいはい、魔王騎誕生。
魔王騎参上。しのいだはマグレか。見せるがよい我らの底力。露払いは我が引き受けよう。だこの子よ、一発左脳が滑り立ちよう。受けてみよう。俺の番だな。助けてくれるのか。ほらよ。なんだ、援護に来てくださるな。ほらよ。はいはいはい、っと。
全ては等しく滅びに沈む。それが殺し様の望みゆえ。最後の戦いへの扉が開きました。この先が結末だ。心の準備は良い。九年の極楽、野蛮の館の戦は貴公に任せた。滅せぬ者の敵か。うぬこそ地獄の友に、またとなき将。良いぞ、もっと信長を楽しませよ。うん、よくやった。お主の働き、覚えておる。
終わったようだな。まあまあ待って待って、せっかく偉い人たちが揃ってるんだし話し合ってみたら。人間が争えば世界はまた滅びに向かう。何度もこんなことがあったら面倒くさすぎですよ。我らが英雄殿の仰せだ。わしらそろそろ仲良くしてもいいかもね。また来なさいよ。今よりずっといい世界になってるはずだから。はい。